本日特別編になりますね。本当にミッドウェイさんは車両をご提供されてるのかっていう。これの車両はちなみに何ですか？FLATX ストリートグライド1800万です。はい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 。え、これって選べるタイプなの？量もかっこいいです。ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。超次元決勝始まりました。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。本日特別編になりますね。新さん、第1弾ということで、今日どんなことやるかと言いますと、本当にミッドウェイさんは車両をご提供されてるのかっていう、本当にどうなってんだっていうのをちょっと暴きたくて。言わしてないってことか？いや、そういうわけじゃないんですけど、本当かって。BB さんの方の、浅川さんの納車の時にですね、しっかりと説明してくださった、白浜さん。白浜さんね。はい。白浜さんの車両をちょっと、それがこちらでございます。ドン！はい。まだ信用できない。白浜さん、じゃあどうぞこちらに。よろしくお願いします。白浜です。よろしくお願いします。はい、今、入社してどのくらいでしたっけ？半年ぐらい。半年ぐらい。おー。どうですか？一体。楽しいです。楽しい。本当に普段乗ってるんですか？ナンバーはもう、自分の住所で。これは車両はちなみになんていうやつですか？これは FLHX ストリートグライド2008年モデル。はい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 。カスタムとかそういうのは全然されてはないんです。自分では何もやってないです。バイク屋さんのプロに、はい、よくこんだけ流暢に喋れる。じゃあこのバックレストは何ですか？まず内側ピンが。何これ？伸びます。内側にピンがあるね。これ何の？どういうこと？倒れちゃった。本当はクンとするだけなんですよ。そうだよね。クンとするとこれがパンと倒れて、ちょっと やってみましょうか、もう一回。ああ、ね、でしょでしょでしょ。そうなるはずだ。こっち側はちょっと劣化しちゃってたってことですね。運転される方の背もたれになってくるんですよね。これがこう倒れて、ああ、そういうことか。こうなるのね。はいはいはい。人にのあれに合わせてくれるんだ。あ、この辺とかもこれ純正っぽくないっすね。スキニービーグルの。やっぱこのぐらい大きいといいっすよね。なんでストリートグライドにしたんですか？はい、え、これって選べるタイプなの？選べるって好きなの乗っていいよ。マジ？なんでこれにしたんですか？もともとはチョッパーとかばっかり乗っていて、はい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 、自分がツーリングモデルの倉庫の担当なので、はいはいはい、一回乗ってみようかな、乗ったら意外といいなって。年式によって結構違うんですけど、このモデルは2008年なので、排気量が1580、ちょっと小さめではあるんですけど、はいはいはい、結構鼓動感みたいなのが残ってる。ツインカムですか？結構ツインカムが96だ、一緒だ。振動も意外と多め。チョッパーなんか好きに乗ってた自分でも全然楽しく乗れるよ、はい、ちなみにチョッパー何乗ってたんですか？チョッパースポーツスター。かっこいいな、やっぱり。色いい色ですよね。これなんていうの？紺色っていうの？何色？これは紺色です。ですよね。ですよね。今はだからこういう整備とかも含め、はい、ミッドさんめちゃくちゃ忙しいんですか？めちゃくちゃ忙しいですね。エコのでも借りたいぐらい。仕事ってどういうことやるんですか、ちなみに？まず入庫した車両の、まあ、商品化といいますか、はい、洗車したりですね、はいはい、掲載したりですね、はい、並べるにあたって悪いとこがいっぱい、はい、それで直せる分は直すときもありますし、はい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 、そういった仕事をじっくりこうやってる感じですね。はい。長谷さんはもともとバイク屋さんかなんかやった？もともとバイク屋でチェーン店さんに働いて転職したんですけど、はいはいはい、多分未経験の方でもみんな教えるのはお前のように近づくあれば。確かに確かに。プロにあれを切ったら好きだったと、あのバイクの振り回し。ああ、すごいじゃん。騎士チューン。じゃあまず全身からお願いします。全身バイク立てて、はい、スタンドを払って、はい、まっすぐ。はい、どうぞ。これは、まあ、これはみんなできる。これは。ただこの時に結構皆さんこっち側に傾けてる方多いんです。わかるわかる。これで押すと、あの僕でもしんどいので、はいはいはい、バイクはまっすぐ、まっすぐバックするときは、はい、まあ、バック立てていただいて、ハンドル両方持つと、はい、結構人間って力入んないんですよ、はいはい、軽いバイクはそれでいいんですけど、ツーリングとかロードキングとか重いバイクは、はい、こっちのグリップ握っていただいて、はい、この辺、はい、持てるとこがあれば持っていただいて、こう押すとすごく軽く。なるほど。僕もちょっとやってみていいですか？お前がやるんだ。やってみろって。バイク屋さん対決。ルスットがいるぞ。ルスットにしか見えないな。全身。おいおいおい、なんもとない。バックバック。わ、怖い。怖いな。怖い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 。
フラワーロックみたいに持ってくこういう風になっちゃうんですね。だからやっぱりバックギアとかつける人がいるんだね。やってみてよ、しんさん。まずは全身からいきましょう。全身は大丈夫。オッケー。はい、バックです。バック笑い。どうですか？全然、バッチリです。全然違うね。最後のこのスタンド出す時のこれが怖い。あ、そう。いやでもそうなんだ、本当に支給されてんだね。そういう授業の三坂っていうの三坂さん分かりますよ、はい柴崎行く、はい分かります。3人で夜ラーメン通略にこれで行ってる、仲いいんだ、いい職場なんですよ。ああ。キッチューキお願いいたします。じゃあエンジン音を聞きましょう。じゃあお願いします。さあそれでは白浜さん、はい、エンジン音を聞きたいですね。お願いします。おいどうしたどうしたどうした。なんでこんなもんなのであんまり違うな違うな。じゃあ早速エンジンの、そうですね、早速エンジンの音の方聞かせていただきましょう。お願いします。これ見てる人が、これ欲しいな、じゃあどうする。あ、そこは白浜に言っていただければ全然。やっぱりね、だってスタッフさんが持ってる車両間違いねえだろうって思う人多いから。まあ確かにそうです ね、 ね、本当だったね、はい、代表が言った。いや本当でした本当でした。まあでもぜひねハーレー乗りたい人とか仕事一生懸命頑張れる人とか男女問わずっていう、そうですね、ぜひ一緒に働ける方、募集しております。もちろんです。なので皆さんぜひ寮も確認するって言ってました。多い人はね遠方の人、これから今ここ今ここの倉庫もそうだし隣も実は作り始めてで、ここがなんとランニングの何ですか、シューティング、それ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 の部屋がここにできる、すごいでしょ。ジム作るのかよ、ここにランニングっつって。なので皆さんぜひお待ちしてます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。ということでそれでは皆さんまたね、バイバーイ。